サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。今日はですね、人に頼む技術という本のご紹介をさせていただこうと思います。はい、こちらの本ですね。はい、コロンビア大学の嫌な顔されずに人を動かす科学。ほうほうほう。見てください、これ全ての日本人必読。必読。もうこれ読まなきゃいけないってことですね。はい、そういうことなんですよ。必読なんで、はい、この本のご紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まあ、全体のアウトラインはこんな感じですね。はい、ということでまずどんな本かっていうところからご紹介させていただこうと思います。この本です。この本はですね、頼み事の概念が変わる本です。はい、あなたは頼み事をするの得意ですか？高橋さん得意ですか、頼み事？正直、はい、不得意ですよね。うん、はい、やってしまう。おそらく大抵の人が苦手やと思うんですよ。それはなぜかっていうと、人に助けてほしいとき断られたらどうしようとか、相手に迷惑にならないかなって思って不安になっちゃったりとかするからだと思うんですね。往々にしてね、はい、あるんです。ありますよね。でもそんな不安な声に対して著者は言います。そうじゃねえと、そんな不安は感じる必要がないと言うんですね。実際研究によって人は頼み事が成功する確率を低く見積もってるということが分かってるんですよ。はい、もうかなり低く見積もってます。はい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 、はい、人はね、一人では生きていけない生き物じゃないですか。はい、どうしても社会的な生き物なんで、はい、どうしても一人ではできないことがたくさんあるんですよ。はい、人に助けを求める場面がたくさんあります。はい、そんな時ですね、どうすればスマートに頼み事ができて必要な時に人の助けを得られるかと。助ける側、助けられる側、どちらも気分が良くなるような頼み方、頼まれ方はどうすればいいのかということがこの本書には書かれているんですね。非常に興味深いですよね。興味深いですね。はい、人は絶対にね、一人では生きていけないんですよ。はい、はい、ということで人間社会に生きる全人類必見の内容になっているかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、また最後にですね、まあ、具体的に明日からどう行動に移していけばいいんですかっていうところも喋ってますんで、そちらもぜひご覧いただければなと思います。では本編いきましょう。お願いします。お願いします。まずですね、頼み事に関する2つの誤解を解くところから始めさせていただきたいなと思うんですけども、はい、2つの誤解、どんな誤解があるかと言いますと、これですね、頼んでも断られるだろうっていう誤解、うん、もう1つは頼み事をしたら嫌がられるかもっていう、この2つの誤解が頼み事にはあるんですね。これ1つずつ解説させていただきます。はい、この頼んでも断られるだろうっていうところなんですけども、まあ、なんでそう思うかっていうと、まあ、ひとえに、まあ、あれですね、頼まれた側が、まあ、どんだけ面倒で煩わしく思うかで判断してるからやと思うんですよ。まあ、一般的に頼み事がうまくいくかどうか予測するときに、相手がちょっと面倒に思うんちゃうかなって思っちゃうんですよね。はい、思っちゃうと思うんですよ。でもこの考えには重要な視点が抜け落ちてます。はい、どんな視点かっていうと、それは頼まれた側がノーっていう時に生じる負荷、はいはいはい、この視点が抜け落ちてます。実際自分が頼まれ事を断った時のことをちょっと思い出してみてください。なんかお願いされて、いやごめんなさいそれちょっと無理ですって言った時、ちょっと嫌な気分になりません？なんならちょっと罪悪感さえ感じる時あると思うんですよ。悪いなって思っちゃう時あるな。ありますよね。あるある。あーごめんねってなるでしょ。ある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 。そうなんですよ。ノーっていうのにも結構負荷かかるんですよ、うん、心に。なんでつまり頼まれた側はなんかイエスって言わなければならないっていうプレッシャーをね、正直感じてるんですよ。はいはいはい、これなんとなくわかると思うんですよ。人はやっぱ親切でありたいんですよ、基本的に。うん、なんで結構ねノーって言いにくいんです、うん、基本的に。うん、この視点が抜け落ちてるんですよね。はい、またこれにまあ類似したこういった誤解もあります。一度断られた相手にはまた断られるんちゃうかなっていう、うん、これ思いますよね。一回ちょっといやもういいよって言われたら、うん、もう無理なんですって言われたら、もう一回その人に頼もうってなんかなかなか頼みにくいですよね。なるね。はい、それはそうですね。でも2回目の方が相手がイエスっていう確率は上がるんですよ。これ研究で明らかになってます。はい、1回じゃあわざと断らせるっていうテクニックがある、まあもしかしたらね、少なくとも1回断られたからといって、もうあの人にはちょっと頼み事やめようっていうのはナンセンスだと。なんなら2回目の方がイエスって言われる可能性上がるんで、どんどん頼もうっていうことです。なぜなら連続してノーっていうのはそれだけ負荷強いんですよ。2回断ったら、うわあの人の頼み事2回も断っちゃったって負荷がかかるんですよね。それしたくないんで人間は、ついつい2回目はイエスって言いがちなんですよ。はいはいはい、っていうことがあります。これが1個目の誤解、頼んでも断られるだろうっていう誤解です。断られません。イエスってほとんど言われます。はい、
で2つ目の誤解、頼み事をしたら嫌がられるかもっていう、こういう誤解あるんですよね。これやっぱり助けを求めると相手に良くない印象を持たれるんちゃうかって思ったりとか、助け求めたら自分能力がない人間だと見られるんちゃうかなって思っちゃうじゃないですか。だから躊躇しちゃう、しちゃいがちになるんですけど、研究によるとですね、実際は人は助けた相手にそれまでより強い好意を抱くようになるらしいんですよ。あ、ピンときてる、ピンときてる、あすごいすごいピンときてる。あるでしょ、助けた相手をより好きになる、より好意を持つ。部下から頼み事されて、その部下の頼み事聞いてあげた、助けてあげた、そしたらその部下なんか可愛く見えないですか。はあ相当食らってるなこれ。まあ、なぜかと言いますと、これにはですね、この認知的不協和っていう心理的な現象が関わってるんですよ。これはまあ、どういうもんかっていうと、人はね、通常嫌いな相手助けようとしないですよね、はいはい、なので助けてるってことはこの人のことが好きなんだって考えるようになるんですよ、うん、はい、嫌いなのに助けたっていう不快感をなくすために、助けたイコール好きって考えて不快感なくそうとするんですよ、 人って。あすごいな。そういうね、特徴があるんですよ。嫌いな人助けるわけないじゃないですか。だからその不快感をなくすために助けたイコール好きだというふうに思うんですよね。つまりですね、助けられれば助けられるほど嫌われるどころか好かれるっていうことなんですよね、逆に。また助けた側も助けることで気分が高揚したり、いい気分になったりするんですよ。助けた時ってなんか気分良くないですか、いいことしたみたいな。間違いなし、いいことしたよ今日俺みたいな、なるじゃないですか。間違いなし。なんで助けた側も気分が高揚するし、助けられた側も相手から好かれるし、もう頼まれ事っていうのはいいことしか起きないんですよ。食らってるなっていうことですね。これが2つ目の誤解。なるほど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 。頼み事をしたら嫌がられるかもっていう、この誤解、この2つの誤解と解けるだけでもだいぶね、頼み事しやすくなったんちゃうか。頼もう、もう頼もう、もう今から頼もう。頼みたくなってる、頼みたくなってる。ということで、頼みたくなったあなたのためにいい頼み方を、大事ですね、はい、ご紹介させていただこうと思います。ここからも集中するしかない。集中してください。ここからも集中。まずね、はい、頼んでもいいってことが分かったと思うので、はい、いい頼み方、助けを得るための3つのステップがあります、はい、頼み方にも3つのステップがあります、はいはい、まずはですね、助けを求めてるって相手に確信させましょう。どういうことかと言いますと、人は一般的に自分のことで頭がいっぱいです、まあ、そうですね、はい、そうですね。まずは自分が助けてほしいと思ってることを相手に気づいてもらう必要があるんですよ。例えば周り見渡してちょっとなんか困ってそうな人がおったとしても、その人が助けを求めてるかどうかって分かんないですね。もしかしたらその人は自分で解決したい人かもしれない。助けることによってなんかちょっとこう恩着せがましい感じになっちゃうかもって思うじゃないですか。なんでまず自分が助けてほしいんだよって思ってることを相手に気づいてもらう、これがまず大事です。もう余計なお世話にならないかってね、躊躇してしまうことがあると思うんで、助けを必要としてるなっていうのは確信してもらうということがまず必要になりますね、うん、これが一つ目のステップ。はい、じゃあ確信、はい、ファーストステップ、確信させたら誰に助けてほしいかをはっきりさせましょう。これはですね、不特定多数に助けを求めても他の誰かがやるでしょうってなって、結局誰も助けてくれなくなるんですよ。なんで誰に助けてほしいかを明確にする必要があります。なるほど。あなたに助けてほしい、誰か助けてじゃなくてあなたに助けてほしい、これが大事です。はいはいはい。で誰に助けてほしいかはっきりさせたら、助ける人の状況も考慮しましょう。はい、はい、やっぱり相手も忙しいってことを念頭にまず置きましょう。はい、はい、その上で相手のするべきことの妨げにならない量で助けをお願いします。はい、はい、またなんか思ったより助けてくれなかったなーってこともあると思うんですよ。もうちょい助けてほしかったのになーみたいな時も文句言っちゃダメです。はい、もうちょっと助けてよとか、うん、もうちょっとこうしてよ言っちゃダメです。ありがとう助けてくれて、これです。はい、その状況も考慮しましょう。なるほどね。これが3つのステップになります。助けを求めていると相手に確信させて、はい、誰に助けてほしいかをあなたに助けてほしいんだよっていうのも伝えなきゃダメってこと。そうです。もうアピールしなきゃダメです。助けて、助けてって言うしかないです。はい、そうなんですよ。はい、っていう3つのステップを踏まえた上で、まあ、具体的な頼み方の技術もちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですけども、はい、これはですね3つあります。まずは仲間意識を活用するところですね、はい、まあ、同じチームに所属しているとか同じ目標の達成を目指しているなど、はい、仲間意識があると頼み事も受け入れられやすいです、はいはい、なんで誰に助けてもらうかっていうのを決めようって言ったと思うんですけど、
仲間意識が生まれてる人に頼み事をすると結構断られにくいです。なるほど、はいはい、同じチームの人とか、うん、まあそうですね、同じ目標を共有してる人なんかに助けを求めましょう。なるほど、はい、これが仲間意識を活用するってところですね。2つ目、自尊心を刺激する。自尊心を刺激しちゃいましょう。人はね、自分をいい人間だと思いたがってるんですよ、うんうん、基本的に、うん、なのでですね、助けることで自分はいい人間だと感じられそうなら積極的に助けてくれるんですよ、はい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 、これやったらいい人間だって思われるかもって思ったら助けてくれるんですよ、うん、そう思わせるためには頼み事を受けてくれた感謝とその人のいいところを褒める。これで相手は自尊心が刺激されてもっと助けたくなっちゃうんですよ。頼み事を受けてくれた感謝とその人のいいところっていうのはもう関係ないいいところだと、はい、いや、そうだから、いつも助けてくれてありがとうと、うん、あなたはいつも人に優しいね、ほんと最高みたいな感じで褒めちゃう。あ、頼み事を受け入れてくれた感謝とその頼み事の内容を褒めたらいいんですよ。完璧な仕事ですね、うん、最高ですみたいな感じで褒めたら、うん、いいことしたかもってなるじゃないですか。なんか、あ、助けてくれてありがとう、でもちょっとこの仕事パッとしませんねとかなったら、あ、なるほど、ってなるじゃないですか。なんでちょっと いけなかったとしても、はい、ありがとう、そう、ありがとう、助かった、いい仕事しますね、うん、って言えばいいんですよね。さすがっすね、そうそう、仕事早いっすねとかね、はい、そうすると相手は自尊心刺激されて、あ、いいことしたってなって、もっと助けようってなるんですよ。あ、悪い顔してる。悪い顔してる。3つ目、有効性を感じさせるところですね。なんだと、はい、人はですね、自分が誰かを助けたことによって変化が起きたっていう手応え感じたいんですよ。はあはあはい、なので誰かに頼み事をするときはそれによって何を得ようとしてるかっていうことと、はいはいはい、助けてくれたことによってどのような結果が得られたかっていうのを伝えるんですよ、はい、助けてくれた人に、あなたが助けてくれたから私はこういう結果が得られましたと、うん、あなたが助けてくれたから私はこういうふうにうまいことことを進めることができたっていうのを伝えたら、うん、ああいいことしたなっていう、あ、俺が助けてあげたからあなたは成功したんだって思うと、うんうん、有効性を感じられるんで、あ、いいことしたってなるんですよね。もっと助けようってなるんですよ、はい、そういうことなんですよね。だからこの3つ使っていただくとかなり頼み事がね、成功する確率が上がります、はい、自尊心刺激して有効性感じさせて仲間意識活用すると、はい、これは具体的ですね。これ助けるって気持ちいいんだね。そうなんですよ、気持ちいいんですよ基本的に。だから助けるって気持ちいいんで、もっと気持ちよくさせてあげる相手を。そうするとすごいスムーズに頼むことができる。下ネタ言ってんの？いや、違う。ティーとかじゃないんですよ。っていうことなんですね、具体的に言うと、はい、これが頼み方の技術になります。これいい頼み方でしたね、はいはい、ということで最後まとめさせていただきます、はいはい、ということで全人類必見の頼み方の技術について書かれた本を今回要約しました、はい、まとめるとですね、頼むことを不安に思う必要はなくてですね、はい、むしろ頼む側も頼まれる側もいいこといっぱいだ、いっぱいだよっていう、そういう内容でしたね、はいはい、まあ、よくある誤解としてはやっぱ頼んでも断られるんちゃうかなっていうのと、はい、やっぱ頼もうとしたら嫌がられるかもと、はい、嫌われるかもっていう、こういう誤解があるんですよね。この頼んでも断られるだろうっていうのはもうほとんど断られません、うんうん、はい、これは誤解です、うんうん、ほとんど断られません。で、頼み事したら嫌がられるかもっていうのも、もう嫌がられるどころかむしろ好かれます、はい、むしろ好かれちゃう、好かれちゃうんですよ頼み事すると。完全に履き違えてたわ。でしょ、ここの誤解解けるだけでももう頼みたくなってると思うんですよね。もう頼もう、頼みたくなったと思うんで、いい頼み方、どんな頼み方があるかっていうと、まず助けを得るための3つのステップっていうのがあります。それは助けを求めてるって相手に確信させる、うん、そして誰に助けてほしいかをはっきりさせる、で最後に助ける人の状況も考慮すると。この3つのステップを踏まえた上で具体的な頼み方の技術として、仲間意識を活用する、自尊心を刺激する、有効性を感じさせる、この3つがあります、はい、仲間意識を活用するっていうのは、まあ、仲間意識がある人、はい、まあ、同じ目標を、ね、持ってる人とか同じチームみたいな人に頼むと、はい、で自尊心を刺激するっていうところは、まあ、感謝するときに、ね、助けてくれたことをありがとうって言うと思うんですけども、感謝するときにその人のいいところも褒めましょう、はい、あなた仕事がすごいスムーズねとか、いい仕事するねみたいな感じで褒めましょう。で、有効性を感じさせるっていうところでは、まあ、助けてくれた結果自分にどのような結果が得られたのかというのを伝えることで、相手は、あ、いいことしたなと、うん、俺のおかげであいつあんな感じになったんだ、最高じゃんみたいな感じになるっていうことですね、はい、ということでこの3つを活用してみてくださいっていうのが本編のまとめになります。はい、ということでですね、じゃあこれを読んで
明日から僕たちはどう行動に移していけばいいのかっていうところなんですけども、まあ抽象的に言いますと、まあ頼み方の技術をね使って、まあどんどん人を頼りましょう。はい。もう頼らなくていい理由ないんで、はい。もうあの誤解なくなったと思うんで、もう頼りたくなったと思うんですよ。頼ろう。で具体的には僕はね、この一日一善っていうのをね、結構いいんちゃうかなと。ほほ。まあどういうことか解説しますとですね、はいはい、まあこれ要は助ける側のことですね、はい、これ頼む技術今やってるんですけど、どっちかというと頼まれる側の話をちょっとさせてもらってるんですけども、はい、やっぱ頼まれる側、人を助ける側も、まあ、メリットありまくりなんですよ、はい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 、気分高揚しちゃうんで、うん、もうね、いいことしたぜってなるんで、はい、もうねなっちゃうんで、なっちゃいますね、なっちゃうんですね。でさらに人を助けることで、うん、助けられることもまた増えるんですよ、はいはいはい、あの人は助けてくれた、まあ、偏方性じゃないですけど、うんうん、はい、この間ね影響力の武器のところでも説明させてもらいましたけど、助けることでやっぱ助けられることも増えるんですよね。まあそうでしょうね、それはそうですよね。そうするとよりこの頼む技術が使いやすい環境になるかなと思うんで、はいはい、頼むときはまず助けろと、与えられたいならまず与えろ、そういうことですよね、そういうマインドかなと思いますんで、まあ、一日一善をね心がけて、その頼まれる前にもうこっちから助けちゃうみたいなことしてると、うん、結構この頼む技術っていうのも、まあ、使いやすくなるのかなっていうふうに僕は感じたんで、まあ、ぜひね一日一善しつつ、頼む技術使いつつ、頼み頼まれの関係でお互いウィンウィンになっていただければ、もう世界がハッピーになるんちゃうかなと思うわけですよね、はい、みんなどんどん頼みましょう、頼もう明日からね、はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。